の平井初監督、かつて南海ホークスで門田選手らと一緒にプレーしたことがあります。その台湾のトップバッター高中義に日本の先発小檜山、立ち上がりいきなり一発を浴びます。日本厳しいスタートとなりました。台湾の左のエース羅新栄に7回まで3安打無得点に抑えられていた日本は8回、8番高見から。センターオーバーのツーベースヒット。ツーアウト三塁となって2番大島、台湾2人目のタク・コンゲンのフォークを捉えます。日本ようやく1対1の同点に追いつき、試合は延長戦に入りました。押せ押せムードの日本は延長10回、台湾のこのエラーでワンアウト三塁一塁とチャンスが広がります。このあとツーアウトフルベースとなって6番西、早くボールが地面に落ちることだけを祈ったという西。日本2対1とサヨナラ勝ち、正式競技となるバルセロナオリンピックへの出場権を獲得しました。非常に厳しい試合の連続の中で、やっと掴んだというバルセロナへの切符ということですので、非常に嬉しく思いますし、良かったなと思っています。